だからね、ほとんどの人は分からないよ、うん、そんなのどれぐらいなのね、もう9割9分ぐらいがそんなこと分かんないで暮らしてるじゃない、分かんないですね。で結局風邪が治ったと同時にそれも出て帰るわけ、うん、それない、もう、もう納得したの、もうそれ息量は納得したもういいやみたいな、あと自分の自己免疫が上がって、自分の結局エネルギーが上がってたりとかするから言いづらくはなりますよね。あ、自分の免疫力が上がると言いづらくなるんだ。そうだって合わないですもん、周波数合わないし。ああ、だから結局周波数なんだね。そうですね、だからその息量が入る入らないっていうのも、いかに自分のその周波数を高く低く落ちた時に入ってくるわけだね。そうで落ちてても、うん、落ちてなんて言ったらいいんですかね、落ちてるって認識した上で自分がですよ、うん、私の場合とかそうですけど、うん、あ、今メンタル落ちてるなと思った時にもうね、うん、反応しないっていう、全てにおいてもうすぐメンタルが落ちてる時って何かあったらすぐ悲しくなったりとか、あ、もうすぐ怒ったりとか、ね、そうそうそうするじゃないですか、攻撃的になったりとか、ね、なったりとかするじゃないですか、なるなる、私の場合は無です、うん、もう知らないふり、その外側の出来事とかはもう一切シャットアウトしたりとか、ね、まあ、自分でコントロールはしますよね。もうだから本当その辺は自分で理解しておかなきゃいけないよね。その機嫌悪くなったりとか怒ったりした時っていうのは入りやすいよっていうのはね、理解した方がいいですね。私いつもその例えば霊感が強いとかって、その低級霊をよく見てた時は、大雨の日とか自分が体が疲れてる時っていうのはもうピンポイントであったんですよ。元気な時って絶対見なかった。いや、ちょっと待って、大雨の日って入りやすいのなんか大雨の日に私見る傾向があったんですよ。あ、自分の統計学でね。そう、自分はね、これはみんなに当てはまるわけじゃなくて、ないと思います、分かんないです。いや、これから大雨になるとさ、やべえ今日やべえ日だとか思うじゃんそうだから私の中では大雨の日に見る率が高かったから、大雨の日はダメな日だっていう、もうその思い込みも入ってますし、もう自分の中でもう完結しちゃったよね。そうだから大雨の日とか、なんかガラって出た瞬間にほーってなる時とか あったりとか、そう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 、でそういうのも自分でやっぱり分かってきたから、うん、そうなんだって思ってて過ごしてきた10年ぐらいがあったんですよね。もう、うん、だから雨の日は仕方がないとか、あ、もう雨の日はもう入られても仕方ないぞみたいな、そう、もう見ても仕方がない、手招きされてもしゃあないみたいな感じで、あ、まあ、道端を歩いてたんですけど、はいはい、そう、ふとした時に、まあいろんなことを学び出した時に、いや、それが良くないんやってなったんですよ。雨の日は見るみたいな設定はやっぱり自分の中で、あ、もう決めてんだもんね。そう、結局決めつけで、もう見たい、自分が見たいと思う世界が見えるようになってるから、うん、雨の日は見るって設定されてるから、うん、それが世界がそう見やすくなってしまう。だから見たい世界を変えるっていうことも、まあ、学びましたね、うん、私は。まあだから本当にそういう人は多いよ、本当にね、今の時代特に多いような気はしますよね、うん、だから本当その自分の感情が落ちてる時っていうのは本当に入りやすいんだっていうのをもう認識、だからもう機嫌悪くなった瞬間に、うん、やばいこのまま入れる、耐えられるとかいうさそういうスイッチをやっぱ僕は絶対作っておかなきゃいけないと思うんだよね。まあまあ自分でね、うん、その何でもいいですからね。そう、そのだから人間だからさ、もうそれは喜怒哀楽あるからさ、ふざけんなと思う時もあるしさ、もう、うん、あんない怖ーみたいなあるけども、うんうん、ありますあります、ね、思った瞬間やべえこのまま行ったら入られるとかそういうスイッチがパッて入らないとやっぱ人間は感情のコントロールだからさ、そうそうそう、この感情のコントロールがさ、うまくできないからやられるわけであってね。そうですね、まあ、振り回されてるってことですからね、その見えない世界のそういう低級のものたちにね、遊ばれてるみたいなもんですよ。いやこれね、こんなね、こんな腹立たしいことはないんだよ、こんな目に見えない野郎たちにねもう一喜一憂させられて体調悪くなるとか、こんな腹立つことないからね確かに俺はもう本当悔しいよこれ。あ、入ることあります？いや、もう分かるよね、うん、その体のしんどさで、うん、ですよね、うん、でもやっぱりその時ってやっぱその感情のやっぱ落ちてる時ほどやっぱりこう、うん、僕はね、本当その家帰った時のそのしんどさで分かるんだよね。分かりますね、うん、私も本当自転車乗って帰ってる時にも思います、ね、うん、はあ、やってしまったみたいなだから家帰った時に動けなくなる時があるんだよね。あれはもう絶対入られてるからね、うんうん、そう、動けなくなります、うん、あれね、屈辱なんだよね。屈辱、入られた屈辱、そう、屈辱、この俺に入りやがってふざけんなこの野郎みたいな。でもそれはさ、自分が悪いわけじゃん。そう、自分の感情が落ちてるから入られるわけだってさ、まあまあそうですよね、だからやっぱりその感情のコントロール、やっぱりその
ね、怒るとかさ、なんかこう落ち込むとかいろいろあるけど、やっぱそれは本当周波数だからもうね、本当に入られるから、もう本当にディフェンスだよね。ディフェンス大事ですね。そうです、私も甘かったな今日って思う時ありますもん。いやもうだからそれの繰り返しだからね。繰り返しです。だからもう隙を見せるとやられるからね。そうですね、まあ不意をつかれますよね。なんか狙って待ってるからね、シュッてね、こんな細いとことか入りますか、ね、おい今起用したみたいなね。だバイオリズムってほら機嫌だからさ、うん、常にこうご機嫌とか難しいからね。難しいです。やっぱその一日の中ではさ、こうもちろんね、瞬間的にね、もうティファールのさ弱かしくにカーンみたいなさなるじゃん。なります。ああもう待ってるよね。だからその生き量とかね、誰かがさやっぱ妬まれてるとかでさ、いつもこう飛ばしてるわけじゃん、飛ばしてる時に、例えばご機嫌であるとかさ、例えばそのゴールドのさ風船とかさ、入れないじゃない。入れなかった生き量はどこ行くの。いや戻るの、シュッて。あ、戻るんだ。エネルギーとして見た時にはまあ消えていきますよね。でもでもさ、妬んでるやつってさ、24時間妬んでるよ。妬んでます。そうだからもう次々打ってるの、こうやって打ってるか、イメージとしてはね。もうだってずっと、例えば私のことをずっと考えてるから、その人は